やっぱいいっすね、はい、はい、まあ勝ったんでありがとうございました。ありがとうございました。めちゃめちゃ強かった。めちゃめちゃ強かった。根性ありました。いやいやいや、すごいっすね。しかもダウン取られたし、いやいやいや、あの後ろ回りで迷ってしまいましたどうしたいかちょっとわからなくなって、今度ぜひ一緒に練習しましょう。お願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。またこれで負けんのかと思ったね。自分よりもみんながホッとしたと思うんですよ。マイクランコーチからは何やってるんですか。もうずっと思ってました。何やってんだみーんみたいな当たり前に勝たないとなんない。ここから修正して、まあもっと精進しないとなって感じです。やっぱり2連覇してなんて言うんですかね、この野郎っていうのもありますよ。誰が何言おうと俺がやりたいことなんで、まあ、そんな人が言うことなんて、まあ、全く気にしないんで、ベラトールでも誰でもしっかりと海外でも勝って、まあ、どんどん応援に行きたいなと思ってます。格闘技どんどんこう波があるじゃないですか。それを途切れさせないようにどんどん続けていって、まあ、もっとメジャーにつなげていきたいなと思ってます。これだから格闘技は面白いんです。絶対に目を離さないで会場で見てください。ありがとうございました。